ちは。こんにちは。鶴岡ハウスの時間ですが、今日はしょうもない争いが起きてます。しょうもない争いをしているのはこちらの2人です。キム君とユキユキ君ですね。はい、こっち戻して、はい、この争いというのがですね、まあ、ことの発端は徳ちゃんですね。とわん徳ちゃんですよ。徳ちゃんよ。徳ちゃんがあの編集して、オーストラリア編を編集してたら、まあ、こんくらいのタイみたいな魚がキラって見えたわけよ。そしたら、キムがサメサメそれ言い過ぎよ。サメ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 って言ったわけです、キムが。それを徳ちゃんは3日間ぐらいキムにサメ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 まあとにかくそれで一時期それでキムいじりが流行ったわけです。なんかあったらちっちゃい魚釣れてもサメサメっていうやつが流行ったわけです。そしたら今回あちらオレンジの服着てるキムくん編集をしてました。それ何が釣れたんですか。結局これはですね、赤いサキって言って、あ、ちっちゃい魚ですね。それもそうですね、まあ、そこそこの魚を釣った時に、この問題の白い服を着てるユキユキというんですか、あなた、ユキユキさんですね。言いますね、ユキユキさんがこう言いました。ヒラメヒラメヒラメだで、その言い争いをして、僕は真面目に編集してました。すると不思議ななんか争いが聞こえてきたので、今カメラを回したんですが、じゃあ再現というか、また争い続けてください。ボケ編集してるんで。はい、止めて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 、俺編集集中できないから。ひらめひらめサメサメずっと聞こえ、10分ぐらいやってただろお前ら。サメサメひらめひらめ、もういいよ、俺もだから怒ったから。検証します。今、僕がじゃあジャッジを下します。はい、お願いします。どっちが恥ずかしいかジャッジを下します。結果だから見せてください。はい、まずはゆきゆき選手3回ぐらい見せて。ちなみにあなた、あなたこれバカにするために編集したんですか。あの、しっかり動画をダウンロードしたら、ちゃんとここの部分だけ聞いてみましょう。サメ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 これ、サメ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 ほら、ほら、見てみて、サメサメってなかなか、これ恥ずかしポイント高い。サメってでかいじゃない。はいはい、こちらこちら、じゃあ次、まあ、こちらですね、まあ、魚が上がっていきますよ。問題のシーンですね。てか、サギだね。あ、見えてきた見えてきた見えてきた。可愛い、あ、なんか色的に可愛いことね。あ、ヒラメ今絶対音でかくしたの。絶対音でかくしたの。ちょっと審議入ります。はい、ここの編集データ見せてください。手前の編集データピッと押してください。はいはい、ここのここ、はい、ボリューム0、ボリューム0ですね。ひらめ、あ、これ的に上げてもらって。じゃあ0にしましょうか。0で聞かせてください。これはむずい。はい、じゃあいきまーす、はい、音量マックス。音量マックス、かわいい、あ、なんか色的にかわいいことね。あ、ひらめあんま変わらんやんけ。結構でかいぞ。あ、そして、ね、そして魚見せてください。魚見せてください。魚これ、じゃあズームしっちゃ釣れた魚がこんな赤いやつ。じゃあもう一回ひらめをちょっと見せてください。じゃあちょっと連続で。あ、ひらめ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 。はい、じゃあ恥ずかしくなかったこと、立ってここ二人。なんで叩いてる、なんで叩いてる、なんか悪いことしたみたいな。はいはいはい、はい、こうして、こっち勝った方だから、じゃあより恥ずかしかった方を、チャンピオンとします。恥ずかしかった、上げられた方がより恥ずかしかったです。恥ずかしかった。優勝俺。そんなサメよ、サメ。だってさ、サメって違う、それ、ね、違う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 、徳ちゃんの鮮度が悪くちゃう。こんくらいの、ちょっと待って、あーくそー、ちょっと待って、はい、じゃあ言いますよ。こんくらいの赤い魚がヒラメ、まあ、こんくらいのヒラメもいますしね、ただこんくらいの白い魚がサメなわけじゃない。データ消してやる、これ。よいしょー。でもね、ということで一ついいですか。あのね、こういうのをね、一番でかくする情報にこの人やけんね。
こういう恥ずかしいのをね、お一番大きくする情報に心得て。いや俺こっちやけど、ちょっと意味が分からない。やっぱ YouTuber としてさ、盛り上げる意味でもやってるから、ある意味君たち二人は正しいことはしてる。そうですね。サメサメね、サメサメサメ、もう一回押さない、サメサメキラメだだから YouTuber として表現を大げさにすることは僕はいいと思ってるので、だからこそチャンピオンだ。あ、よし。あ、俺負けたと。負けた。だからチャンピオンの手を挙げたよ。もっと言えよ、ひらめひらめひらめだよ。サンキュー。ひらめだー！撮ってるのは一瞬で分かったんですよ、なんかあっけえから。何やってんだろうなと思って。ひらめだー！どっちがいい？こっち。どっちかめっちゃ振ってあります。